発言願います光月亮介君 茨城県選出の自民党の光月亮介でございます、えー、いくつかのカテゴリー、まあ、まずあの災害そして全世代型社会保障改革、まあ、時間がちょっと心配でありますけれども地方の景気経済についてお聞きさせていただきたいと思いますまず最初に災害対策についてお聞きいたします、えー、台風の15号19号21号による豪雨などまあ、地元の茨城も大変大きな被害が出ております亡くなられた皆様には心からお悔やみを申し上げ被災された方々にもお見舞いを申 申し上げたいと思います早々に大臣はじめ各関係大臣はじめ政務の皆さんにも現地に来ていただき大変感謝をいたしております岡田博先生も地元の大先輩であります岡田博先生もいらっしゃいますが力を合わせて今対応現場でも対応いたしております1日も早い、えー 復復旧復興をを目指してご尽力をいいいたただきたいと思います私はあの災害が大変多,い多かったあの鹿児島県庁で6年間仕事をさせていただいておりました、実家があの阪神大震災にもあったりもしました、茨城県で福知事時代には3.11の対応もまさにいたしました、そして議員になってから上層の水害など、まあ、大変何度も災害、大きな災害の,あの対応を経験をいたしたところであります、してきたところであります。 あの感じることはです、ね、あの復旧っていうのは本当に大切だと思ってます、とにかく頑張って、一日も早くという思いでやらなきゃいけない、そして、まあ、95%、99%終わってからが本当の復旧、復興だと私も感じております、被災者の立場であの立ってやっていただきたいと思うんですが、やっぱり被災された方々にとっては、なりわいも生活も復旧していくっていうことは本当に大変です。だから 災害は止められないんだけど被災をまあ減災するなり被災をしないようにやっぱりしていく必要があると思っております気候変動の影響もありましていろいろデータも見させていただきましたが温度も相当上がっていてこれからもさらに上がっていくだろうと豪雨の件数もまあだいぶ増えてきてさらに増えていくだろうと、まあ、台風もですね猛烈な台風が大変あの出現回数も多くなり日本周辺にも来るようになっているということで まあ従来と災害の前提というんでしょうか、準備の前提自体を変えていかなきゃいけないんだというふうに思っております、そのためにあのハード面の整備の前提も変えていかなきゃいけないと思いますし、ソフト面も同じだと思います、あの同じような排水能力のポンプを作って、また壊れたということでは、ですねやっぱりいけないので、そういった面をしっかりやっていただきたいと思いますし、なんと言ってもあのまあ逃げるが勝ちという言葉は変ですけど、やっぱり早期避難、これよりあの大切なものはないと。 特に台風が来るのが分かっているので、思っ、あの、それが大切だと思っております。前提の見直しはソフト面も同様だと思うんですが、あの、そういった面で、えっと、まあ、あの、例えば上層市では毎回もいろいろ取り組みも進んできているんですけれども、ハード面、ソフト面、その前提の、まあ修正というんでしょうか見直し、そういったことについて、どんなお考えで取り組まれるか、平副大臣にお聞きしたいと思います。平内閣府副大臣。 近年ですね、まさに委員おっしゃるとおりです、ね、気候変動の影響により、大規模な水害や土砂災害などが発生をしているところであります。でハードにおきましてはです、ね、昨年12月に改定をいたしました、国土強靭化基本計画において、気候変動等の影響も踏まえた治水対策等を進めることを推進方針として、現在各府、各関係省庁においてです、ね、将来の気,気候変動の影響による降雨量の増加等への備えについて、 技術的な検討など、近年の災害における課題を踏まえて検討を進めているところでございます。でソフトに関しましては、あの私、防災と合わせて、えー、IT、デジタルガバメント、科学技術を担当しておりますが、例えば今回はですね、システィ・科学技術イノベーション会議の下で行っている SIP という事業で開発をいたしましたです、ね、さまざまな地図をですね、重ね合わせて、その被害の状況を把握をするというです、ね、SIP4D という仕組みを実装させていただき ました台風15号においてもです、ね、内閣府の情報サポートチームが県庁に入ってです、ね、そういうサポートもしております、まあ、IT とかあとうち、あと導きの衛星で5センチぐらいの差も分かりますので、そういうことで河川のです、ね、堤防を監視するなどです、ね、さまざまなテクノロジーも実装して、ハード、ソフト両面で,です、ね、対応してまいりたいと考えております光月君。 各省の取り組みも大変重要なんですがやはり内閣官房内閣府内閣官房のやっぱりグリップというんでしょうか指示というんでしょうかそういったものが大変重要だと思いますのでくれぐれもその点よろしくお願いいたしたいと思いますそして、えー、続いてあの予算のことをお聞きしたいと思いますまあ、一連の災害の復旧事業はまあ、これはもうまあ、誰が見ても分かると思います相当の額に上るはずで今はあの予備費を使うということで研究にはもちろんそれは大,大切だと思いますただですね、一方で来年の夏だってまた同じような状況になるかもしれないと いうことになれば、あのその前にです、ね、仕上げとかなきゃいけないのは、ちょっと前倒してでもやんなきゃいけないものがあるかもしれません。そういった面でも、まあ、防災・減災のための施設整備、あるいは公共だって必要だと思っております。まあ、額とか巡って、いろいろ報道はされているようでありますけれども、私も、まあ、その規模とかは、まあ、それは政府でよく考えていただいてということだと思いますが、ぜひとも必要だと思うんですけれども、えー、政府のお考えをお聞きしたいと思います井上財務大臣政務官、はい。ご質問ありがとうございます。 まず、今年度の予算におきましては、昨今の災害被害の甚大化を踏まえて、今お話がありましたとおり、5000億円の予備費を確保しております、そして必要な財政需要には、当初予算に加え、予備費を活用することで、万全を期,期していきたいというふうに思っております、今の現段階でですね。 こういう観点から今、総理の指示に基づいて、予備費等を活用し、被災者の生活、なりわいの再建に向けた対策パッケージを取りまとめております。本日、発表の予定になっているとお聞きしておりますので、夕方なのかというふうに思いますが、発表されるというふうに周知しております。 また、被災された自治体の皆様方の財政上の安心して全力で取り組める応急対応、復旧に当たれるように、しっかりと財政措置を講じてまいることを約束申し上げたいというふうに思います。 えー、復旧作業、えー、そしてその進捗状況を見極めて、えー、今後、適切に判断していきたいというふうに思っております。以上です、はい、委員長君 まあ、あの、そういう答弁になるのかもしれません。あの、ぜひとも、ただ、あの、やっぱり必要なものはしっかりやっていく、そういう姿勢でぜひともやっていただきたいと思いますので、くれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います、えー。続いて、あの、西村大臣にお聞きしたいと思います。あの、国土強靭化の緊急対策は、まあ、三カ年というふうになっております。ただ、あの、この状況を踏まえてですね、三カ年でとてもやりきれるものでも、もともとなかったのかもしれない。まあ、緊急にやるのが三カ年ということなのかもしれませんが、まあ、スペック自体の先ほどのお話がありましたけれども、平副大臣から。そういった 見直しもありますからその後もやっぱり継続して対策が必要ではないかというふうに思うんですけれどもそこへの取り組みについてどんなふうにお考えかお聞かせいただきたいと思います西村国務大臣、えー、お答え申し上げますあのご指摘の公共投資ですね公共事業この必要性につ重要性必要性についてはもう十分に認識をしているところでございます いわゆるワイズスペンディングの考え方にを重視しつつ、ですね生産性の向上とか、あるいは民間投資の誘発、そしてご指摘の国土強靭化、防災・減災ですね、こういった観点から、いわゆるストック効果の大きい、最大限発揮されるような、そういった事業、必要な社会資本整備を進めていきたいというふうに考えております。 今般の,あの台風19号等による被害の状況を目の当たりにしまして、改めて防災・減災・国土強靭化のその重要性を痛感したところでもございます。あの私の地元の粟石間でも平成16年に大きな被害が台風23号で出ました。えー、激甚災害の指定を受けて、その後、河川の整備などを行いましたところですね、その後にその時以上の雨が降ってもあの大きな被害が出ないようになっております。ですので、しっかり備えをすれば、 大丈夫だとということでもあります、えー、国土強靭化につきましてはです、ね、ご指摘のように、現行のまず3カ年の,この緊急、集中的にやる期間、えー、来年までありますので、これをまず着実に実施をしていきたいというふうに考えておりますが、えー、その後についてはです、ね、骨太の方針を踏まえ、また国土強靭化基本計画に基づいて、必要な予算をしっかりと確保して、えー、そしてオールジャパンで対策を進め、えー、まさに災害に屈しない国土づくりをです、ね、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えております宏貴、はい、君。 あの西村大臣とは私はもう40年以上のお付き合い、高校の頃からの本当の、本当の同じクラスだった同級生、西村大臣の能力や、まあ、気遣いとか、まあそのまあ、誰よりも知る一人だというふうに思って、あの期待をいたしております、そういう意味で大いにリーダーシップを取ってです、ね、今のようなご答弁、あのしっかり本当、政策にしていっていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。 それからあの消防についてちょっとお聞きしたいと思います。えー、あの市,市町村消防、都道府県警察、まあ、行政には原則があるわけですよね。それであの、消防組織法も改めてちょっと見させていただいて、まあ、きちっと原理が書いてあるわけです。ただですね 今般あのこ,のここ最近の,その災害を見ていると、あのやっぱり広域化、激甚化して、あの市町村消防の、まあ、原則は大切だと思うんです、あの消防団とか、あの住民に密着したところは大変重要で、これは消防、市町村消防、まあ、あの一番あの役割を発揮してもらう部分もあると思うんですけど、やはりあのちょっと時代のまあ変化というんでしょうか、環境の変化を踏まえてです、ね、えー、まあ例えば、毒ヘリなんかは、ドクターヘリなんかはです、ねまあ、都道府県単位変化されているのは と,ところもあるんですけどやっぱり都道府県の役割ってもう少し前に出していった方がいいのではないかと、まあ、ある程度そういうことを踏まえて役割も見直しているのかもしれませんが実際にあの消防組織法とか見るとですね あの教育訓練とかです人事交流の斡旋とか消防統計とかそういうのはあるんですけどあまりやっぱり緊急消防援助隊、禁煙隊以外はです、ね、あんまり書いてないんですよね。なのであの備蓄とかを全市町村でやってたらこれはどう考えたって効率が悪いし、まあ、あの高性能なものも必要になってくる時代ですからそういうものはやっぱり市町村単位といっても、まあ、財政力的にも厳しい面があるんだと思います。そういうういい意味でで都都道道府府県県単位とのももつ、まあ、重要かなと、まあ、ブロック単位もあるんですけど都道府県単位 かなといいう,うに思います、まあ、そういう意味で,です、ね、都道府県の役割をこれまで以上にちょっとこう前に出していくべき時ではないのかなというふうに、市町村消防を大切にしながらですね、と思うんですけれども、ご見解をお聞かせいただきたいと思います消防庁、小宮国民保護防災部長。 近年多発すするる大規模な風水害にに対応するためのの消防力についてご指摘のような観点から、高度な機材の配備につきまして、現在、37の道県で、消防防災ヘリコプターを運用しております。でまた、備蓄につきましては、17の府県におきまして、石油コンビナートの火災などに備えまして、オイルフェンスや泡消火薬剤を、 また40の道府県におきまして、林野火災に備えました消火薬剤を備蓄をしています。このほか、高度な機材の配備につきましては、消防庁として、水陸の療養者、あるいは高機能の救命ボートなどを全額国費による無使用使用制度ということで、まずは各都道府県に少なくとも1台、 となるようにに関係消防本部に配備を進めています高度な機材を実際の災害時に効果的に活用するためには、都道府県で保有するだけではなくて、人員も含めた特別な部隊として配備をしたり、あるいは消防本部に無使用仕様として配備するなど、運用法についても検討が必要になるものと考えております。ずれい,にいたしましままても委員ご提案の観点を踏まえ 引き続き消防力の強化に向けて努力をしてまいります。高木、はい、君、ありがとうございます。あの時代の変化に対応して、まあ原則も大切にしながら柔軟に対応していくということがじあの大切だと思いますので、くれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います。続いてあのヤンマダムをはじめとするハード面の機能のことをちょっとお聞きしたいと思います。たあの先日の台風19号などでまあ想定を上回る豪雨 やんバダムが効果があったのか、なかったのか、まあ、もちろんそれはたまったわけだから、その分の効果があったんだと思いますけれどもあの、もちろん私、総合治水だということはよく分かっているので、どれか1個だけ取り出してとていうことじゃないのかもしれませんが、あのダムだけじゃなくて、例えば遊水地もあったし、下流の堤防もありました、朝の5時台にあの、まあ、利根川の沿線で土のを積んでいる人から電話がありまして、 そそれでもうえすいしそうだともうううしだと新幹線の堤防の下のところがちょっと低くなっててもう国交省から言われたメーターがあと上がれば越水しそうだともう本当大変だという電話があったんですが、まあ、結果それだけ上がらなかったので助かったんですけれどもあの古い堤防だったらもう絶対無理だったんじゃないかって彼は言ってました。あの感情論じゃななくてですね科学的な検証や分析があれば ちゃんとと聞かせて欲しいと思い思ますそして、それがどんな意味があったのかということを、感情論とか、まあ、あの根性論とかじゃなくて、しっかり踏まえた上で、的確にまあ先ほど来お話があったようなまあ予算措置もして整備をしていくということが必要、メンテナンスもそうですけれども、必要だと思いますので、まあ、そういった検証があれば、ぜひお伺いしたいと思います国土交通省塩見水管理国土保全局次長。はい あのハード施設の効果につきましてお尋ねをいただきましたあの。今回の台風19号で記録的な大雨となりまして、堤防の決壊でありますとか、河川からの越水によりまして、大変広い範囲で甚大な浸水被害が発生いたしましたけれども、まあ、こうした中でもです、ねえー、これまでに整備してまいりましたさまざまな治水のための施設が被害の軽減に寄与したというふうに考えてございます。あの例えば今ご指摘ののヤンバダムがございまます利根川水水系におきましては治基準点でやったじ、ま という地点がございますけれどもその地点の上流におきまして、えー、季節の6つのダムがございますしまたあの現在試験淡水中のヤンバダムがございますがこれら合計で1億4500万立方メートルの洪水を潮流いたしました、えー、この結果これらのダムの潮流によりまして、えー、家庭をいた資産の底落ちということではございますけれども やった島の地点におきまして、約1メートル水位が低下したというふうに想定をしてございます。こうしたインフラの効果につきましては、他の施設も含めまして、順次記者発表を行いますとともに、整備効果をまとめたホームページに掲載するなどをいたしまして、積極的にお示しをさせていただいてございます。こうした事業広報を通じて、地元の皆様方のご理解を見ながら、事前防災対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。はい ありがとうございましたなかなか個別の施設ごとの効果というのが示しにくいというのも分からなくはないです。ただ、できるですり分かりやすく伝えるというのも大切だと思いますので、引き続ききちっと検証していただいて、感情論は横に置いといて、しっかり科学的な検証に基づいて、そこを発表していただきたいというふうに思います。 それから農業被害についてお聞きしたいんですが、ちょっと時間が足りないので、ちょっとここはご要望にさせていただきたいと思います。 あの災害の時に農水省の方が、ですね、まあ、あのこれは僕はいろんな役所、現場でも災害たくさん受けたので見ておりますが、まあ、本当にあの現場に寄り添う姿勢というのは、本当にま突出して素晴らしいというふうに私は思ってます。なので、今回も営農が継続されるように、ぜひやっていただきたいと、千葉や茨城、大農業圏、他もやっぱりあの地方に行けば行くほど、農業って大変重要な産業でありますから、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。 前提としてもう保険に入っておいていただかないとこれなかなか救いきれないところがどうしてもあるというところも事実だと思うんですね。なので農債もあります、あの施設共済もあります、そしてそれから何といっても収入保険があるあのここのところをです、ね、あの各県ごとにかなりばらつきもあるんですね。 なのでここのところをしっかりやって、前提として、まずは次女、共、ま、済、あ、だから共助かもしれませんけれどもあの、そこのところをぜひやっていただきたいと思いますので、まあ、これはちょっとご要望にしておきますから、よろしくお願いをいたしたいと思います。ここであの防災が一段落しますので、平副大臣と井上政務官、あのご退席いただいて結構でございますので、はい、ごお得平副大臣、井上政務官はご退席していただいて結構です。委員長 光月光月亮介君続きまして、全世代型の社会保障改革について、えー、お聞きをしたいと思います、まあ。社会保障、これなしに生きていける日本人はいないと思います。あの生活困窮、あるいは要介護になってから、まあ、生活上の問題抱えてから、あまあ、どうするかということも、まあ、これもまあ必須なんでありますけれども、まあ、子どもたちの自己実現機会への補償、まあ、こういったものへの目配り、あるいは就職氷河期世代への就労支援。 あるいは高齢者が年齢に関かかわらず働くことができる就労機会の確保、まあ、こういった、まあ、あのまた違った観点からの取り組みが徐々に広がってきていることは大変、まあ、あのいいことだと評価をしたいと思いますで今回の全世代型社会保障改革の議論は、まあ、大変期待が大きいだけにです、ね、これはもうお願いなんですけれども 給付と負担だけの問題にこう修練していって、ですね何を切るか、どういう負担を求めるかだけにならないように、ぜひともしていただきたいというふうに思います。人口減少や少子高齢化の中で、まあ、これ、財政的にはものすごい大変だということも、まあ、財政も少しやってましたので、よくわかってますそう簡単にはできないことがよく分かってます。けれども、まあ、その中で まあ国民皆保険、これ、日本にとって最も重要だと思います。まあ、この国民皆保険や、あるいは頑張れば将来に展望が持てるような社会保障の在り方、厳しい状況でもまあ支えがまあ,あるような、そういった持続可能な社会保障制度となるような見直し、ぜひしていただきたいと思うんですが、まあ、大臣のお考えをお伺いしたいと思います西村国務大臣。え大変重要なご指摘をいただいたと思います。 あのまさに全世代型社会保障改革の重点はです、ね、少子高齢化が進み、そしてまたライフスタイルもです、ね、こう多様になっていく中で、誰もが安心してもらえる、そうした社会保障制度を構築していくということだと思っております。まさに人生100年時代を見据えてです、ね、70歳までの就業機会の確保とか、年金の受給開始、ね、時期の,その選択肢の拡大とか、あるいは厚生年金の適用拡大。 えー、あるいは予防、健康づくりの推進など、まあ、年金、えー、医療、介護など、ですね、えー、全体にわたって、社会保障全般にわたって、改革を進めてまいりたいというふうに考えております。えー、このためあの、社会保障に関する関係する政府内の会議からですね関係者に集まっていただいて、代表者に集まっていただいて、全世代型社会保障、えー、検討会議を設置をしまして、会議を開始したところでございます。あのご指摘のよようににりり大きな方向性についててですねししっかりと議論をして 年内の中間報告に向けて議論を深めていきたいというふうに考えております光月君ありがとうございますぜひしっかりやっていただきたいと思いますそれからもう一つあの10月から参議院の自民党でまあ、政治や行政がなかなか捉えきれられないようなまあ、漠然とした不安ですね例えば医師の地域偏在いわゆる医師不足で本当に困っ ているといろいろ施策はあるんだけどもなかなかこう、まあ、困っている状況から抜け出せない独居高齢者であるとか、まあ、孤独死の問題あるいは地域がつながりがなくなっていって、まあ、限界集落のように崩壊したりあの消滅したりするんじゃないかというような不安あるいは就職氷河期世代の子どもたちの方々の将来への不安、まあ、何なんともこう、まあ、霧のようなというんでしょうかつかみようがないようなでも不安が たくさんあるんじゃないかということで、そういったものに政治が向き合ったり、受け止めたり、寄り添ったりしていかないといけないんじゃないかということで、勉強会を始めております、事務局の一人として私もあの、まあ、今、関わらせていただいているんですが、あの有識者からのヒアリングに加えて、現場にも行こうじゃないかということで、当事者の生の声を、あの厳しい声を聞かせていただいて、政治として受け止めて、何かをこう政策化していこうというふうに思っています。ただです、ね、行政の まあなんかすごいお金を取って何か行政の新しい施策を打ち出すとかっていうことまあではなくてですねそういうことではなくてまあなんか知恵を出していったりあるいは ICT をうまく使ったりですねあるいはあの今ある仕組みでですね動かせばうまく動くのがあるんですよね、ただちょっと見直しがされてなかったり周知されてなかったりしてちゃんと動いてないといったようなもの。 あるいはそういったものを動かしたり、あるいはあの地域のまあつながりっていうんでしょうか。まあこれはお金では買えないようなまあ大切なものを回復していくといったようなまあさまざまな不安に対するまあこうなんて柔らかな対応というんでしょうか。そういうものをしていかなきゃいけないというふうに思います。あの前世代型社会保障改革は大きなテーマがたくさんこうまあ柱があるんだと思いますけれども、施策と施策の狭間であるとか、施策全体をなんとなく覆っているようなその先ほど申し上げたような漠然とした。 霧のようなまあ、不安に柔らかく対応していくというような観点から私どももう少しまたさらに勉強して何かこう提言をしていきたいというふうに思っております。なので取り込める点があればですね、ぜひともそこら取り込んでいただきたいと思うんですが、これは大臣のお考えをお聞きしたいと思います。西村国務大臣、あのご指摘のようにですね、社会保障制度を全体の改革に取り組んでまいりたいというふうに考えております。あのまさに子供からお年寄りまでそれぞれの 不安に応える形で、すべての世代の方々に安心していただける社会保障制度に向けてです、ね、しっかりと議論してまいりたいというふうに思っております。あのもうご案内のとおり、すでに10月1日からは幼児教育、保育の無償化、まあ、そういう意味で全体、全世代型にこう広げていっているわけでありますけれども、さらに元気なお年寄りの皆さんもおられますので、そうした方々が年齢に関わらず働いていける、そういった仕組み、あるいは予防。 にもっと重点を置いた仕組み、さまざな議論をですね、あのしっかりと多くの関係者の皆さんの声にも耳を傾けながらですね進めていきたいと思っております。そうした中であのまさにご指摘いただきました不安に寄り添う、えー、政治のあり方研究勉強会、小関委員が事務局長的な役割も果たしておられたよう,うに伺っております。ぜひ検討を深めていただいてですね、えー、ご提言をこうまとめていただければ、えー、私どもとしても前向きに、えー、受け止めていきたいという,ふうに考えております。 事君ありがとうございますあのぜひですね、政府がやる大きな行政の、まあ、施策とまた違ったこう切り口で,です、ねあのまああの、地方の不安を取り除いていったり、寄り添っていったりできるような施策をあの出していけるようにと思ってやりますので、よろしくお目付けをいただければと思います。 でその時に、一つ重要な、まあ、あのテーマといいますか、そのツールがありましてね、これはあの、厚労省さんに養護老人ホームの件関係で来ていただいているんですけれどもあの、実はちょっと時間ないんで、今日はもうあの詳しくやりません。 擁護のことは措置権が、まあ、市町村措置なくなっあ,、まあ措置が残っている大変重要な、まあ、あの施設でして、まあ、特養、まあ全盛時代なんだけど擁護ってものすごく重要な施設なんですところがですねあ,のあんまり知られてなくてというかあの一般財源化されたので誤解されてまして、ね、市町村が措置したらお,お金が持ち出しになっちゃうんだっていうふうに誤解されてるんです。それで あ,のあんまり疲れてないところもあったりしてであのあの身体的な問題だ,だけじゃなくてあの経済的な問題で入ることができる大変重要な施設でしてあのこの施設をしっかり使って いただきたいというふうに思ってますが、これはあの福祉部局だけに言っていただいてもなかなかですね分かっていただけないので、あの茨城ではあの市町村の財政の方にもちゃんと通知を出していただいたりしてですね両者連携しながらやっていくというふうな取り組みをしてます。ちょっと会を改めてまたチャンスがあるときにあのしっかりお話をさせていただきたいと思いますが、既存の制度で大変重要な制度があるのでそれをしっかり動かしていただきたいということ、これはすみません今日はちょっとご要望にさせていただきたいと思います。最後に。 えと藤原さんに来ていただいておりますが、あの地方の景気経済についてです、ね、ちょっとお聞きしたいと思います、あの実はです、ね、あのこれは、えーあのまあ、政府のです,、ね、すごくちょっと弱点の一つだと私は思ってるんですがあの、地方のローカルの景気経済をしっかり見てくれてて、それを政策施策に反映する司令塔っていうのが、必ずしも明確じゃないんですよね。 あの私、2枚今日資料をお配りしてますけれども、ちょっとこの資料、もう詳しくはお話ししませんが、1枚目は日銀短観ですで、2枚目は景気ウォッチャー調査、まあ、日銀、政府のどちらも歴史とした調査なんですけれども、あのこれ、大きな違い、何かっていいますとね、あのゼロポイントラインですね、いいから悪い引いたところがゼロポイントライン、日銀短観ではゼロポイントラインが上の方にちょっとあってです、ね、そこの、まあまあ、なんとなく上にあるんです、全部の地域が。 でこの景気ウォッチャー調査の方を見ますとね、ゼロポントラインっていうのは、の50のところになるんですけど、こっちは書き方が違うんですが。 まあ今、ちょっと駆け込みもあって若干上がっているところがあるんですけど、あの結構あの50よりもみんな下なんですね。で、これは何の違いかといえば、僕は企業データか個人の消費の関係かなというふうに思ってるんですけども、あのこういったことをですねローカルに聞くようにぜひ政策化していっていただきたいと、つぶさんに見ていただいてですね、というふうに思ってます。まあ、災害もあああっったり、まあ、インンバウンドのの問問題題るいは農産物輸出の問題など、まあ、いろいろあってですね あの難しいところはあるんですけれども、公共の発注のあり方とかですね、あるいは下請けたたきを根絶することとかですね、インバウンド、あるいは農産物質ちゃんとやっていただく、外の力と中の力をしっかり使うことで、ローカルを活性化していって、経済を活性化していっていただきたいと思うんですけれども、ここについてのお取り組みの方向についてお聞きしたいと思います藤原内閣府大臣政務官。 現在、地域経済の現状に関しては、今、委員からご説明があったとおりでございますが、この地域経済の活性化に向けては、経済の担い手である地域企業の生産性向上や、働き手が安心して働くことのできる雇用機会の創出を図ることが重要と考えております。そのような観点から、地域未来、県民企業への集中的な支援、プロフェッショナル人材戦略拠点の強化、地域 消費者や観光地域づくり法人への支援などを進めていくことが重要であると考えていますこれらの取り組みについては年内に策定する第2期のまち人仕事創生総合戦略に反映することとしております関係省庁と連携しながら引き続きあらゆる施策を総動員し全国つつ裏裏で地域経済の活性化を実感できるよう地方創生を実現していきたいと考えております 君えありがとうございますあのさっき言ったようなあの政府の問題もありますので、あの政府のなんていうんでしょうか、対応ぶりをです、ね、しっかり、まあ、これ、西村大臣も所管が微妙かもしれませんけどお目付けをいただいてあの、しっかりローカルの景気、経済が上がっていくような施策に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わりりまますありがとうございました